照明器具の柱の土台が腐りかけてるもんで、コンクリートで巻いて補強します。これ、広場を作ってもらったもんで、この上にテントを張ったりするのにロープを張ったりするときにこの柱を使う予定なんで補強しておきます。これも業者に頼めば簡単なんだけど、これは自分でやってみたいと思います。型枠を作りました、いいですね。こんな感じですね。いい感じですね。まず防腐剤を塗って、型枠に灯油を塗って、砂を入れて地盤作りだな。